はいどうも、チェル C だよーということで、今日の動画はですね、月刊チェシーやっていこうと思います。ウェイ。はい、今回月刊チェシーの第1回目ということになるんですけれども、前はですね、週刊チェシーってことで習慣的にやってたんですが、今回は月刊チェシーの第1回目になります。で、まあいろいろ募集したりとか、あと質問箱とかもありますので、その辺を答えていったりとか、ちょっとね、セリフの希望とかも聞いたので、その辺もやっていきたいと思います。それでは最後までぜひご覧ください。チェルシーさんが思う優しさって何ですか？はい、もう僕が思う優しさはですね、相手のために自分にとって利がなくてもやってあげられることかなと思います。身長が小さい女の子と身長が大きい女の子、どっちの方が好きですか？ちっちゃい方が好きですね。チェシファミって誰でも入れるんですか？アットマークチェシは名前につけるんですか？ということなんですけども、はい、この質問結構多くてですね、チェシファミ入りたいよっていう質問結構多かったんですけど、チェシファミはね、誰でも入れます。ツイッターの名前をチュッとチェシをつけてくれれば、もうみんなチェシファミなんでね。はい、よろしくお願いします。チェル君と仲良くするにはどうしたらいいですか？ということなんですけども、まあ、僕と仲良くか、ツイッターの方にいてくれるとだいぶなんか認知しやすいかなと思いますね。あと、まあ配信でね、結構たくさんコメントくれたりすると、仲良くできるよ。仲良くできるよ。寂しい時はどうすればいいんですか？寂しい時は俺に会いに来て言ってほしいセリフ。いつもありがとう。応援してくれてるの知ってるよ。ずっと俺だけ押してて。うちな、みんなのこと好きやんか。だからずっと一緒にいてくれへん？ハクレさん、いつも見てくれてありがとう。ハクレ大好きだよ。コマダンゴくん、いつも部活頑張ってるね。その頑張ってる姿、素敵だよ。大好き。大好きだよ。これからもずっと。僕のこと見てて。お前は俺のことだけ見てればいいから、他の男のとこ行くなよ。約束な。おかえり。大好きだよ。芋けんぴ、髪についてたよ。お前のことが好きじゃん。ヨボヨボになってもずっと一緒にいような。ああ、もうヨボヨボだったの。死んでも愛すぞー。何これ愛を立てた。